さあ、テトリスだね。2位を目指す、2位を。
うえ。さっきは途中でね、電話がかかってきたし、集中力が途切れちゃったんで、クソってなもんなんだけど、鳴らない電話よりかは鳴った電話の方がいいのかもしれないね。ここら辺が難しいところですね。こういう置き方をできるようになったら、上手くなったかなという気がしますよね。よいしょ。そうだよね。あまり高く積んじゃうとしんどくなって。抱えながらやるって感じだね。ちょっといいかな。ちょっと置かないと、どうするか。これは設定できるところですね。こんな感じ。近くが減ってきたので、ね、かなり、どうしようかって考えたと思います。ようやく出てくるんですね。あ、待て。ああいうのを使うと来てるんですね。でもいい感じに戻ったんで出てくる。そうだね。できるだけ平面を作ってる方がいいんで、角度がね、高くならないように横向きにやるっていうのは、これがテトリスの基本かな。で、誰が言ってんだって話なんだけどね。自分はそこまで上手いから。作ったね。見てると思うんだよ。ちょっと雑用使いになります。また2つになってるんで、ちょっと見ていきます。もうちょっとかかるかな。このぐらいの感じ。綺麗だね。あと20人ぐらい。なんかペースが速くなってる気がしますね。こういったですね。こういかないと。間違いない。今のあっちは。
きのねやつを見る時があるからね。人間の脳みたいなのが難しいよね。今の繰り返しだったらよかったですね。いきなりビュンってきたね。カウンターにしますか。
やり玉。負けたね。なんとも言えん。
が多いね。
Yeah.